こんにちは、今日はですね、昆虫料理研究家の内山翔一さんにお越しいただいております。今日はありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。内山さんは昆虫料理の研究家ということで、はい、いろいろご活躍をされているようですけども、はい、ぜひちょっと一度、はい、研究の内容などをちょっとお話しいただければと思うんですけども、はい、昆虫っていうのは人間が日常食べていた食材だったんですよね。でそれが流通が発達してきて非常に大きなグローバルな食料の流れが起きてくると、昆虫っていうのは、まあ、ちっちゃいですしね、効率的ではなくなるっていうことがあって食べられなくなってきていたんですね。で、まあ、でも今昆虫食っていうのがまた徐々にこう見直されてきてるような今流れになってきてますけれども、昆虫の一番大きなメリットっていうのは非常にこう栄養のバランスがいいってことなんですね。で、アミノ酸スコアってあって必須アミノ酸ってありますよね。人間が体内で作れないアミノ酸で外から取り込まなければならないアミノ酸ってのがあるんですけど、それのスコアがほぼ全て100なんですね。満点なんですよ。ということで非常にバランスがいい。これは今蜂の子の例なんですけれども、まあ、蜂の子はそういう意味ですごく食材として非常に素晴らしい食材だと思うんですね。それ栄養的に見ても。で、あとさっき話したようなバッタですよね。で、バッタ系は非常にタンパク質、高タンパクで低脂肪なんです。で、そういう意味ではこう健康的に痩せたいとかダイエット食には持ってこいじゃないかと思うのでそういったことの紹介ですよね。そしてあとは美味しい食べ方って、これまだ大事ですよね。で、皆さん食べたことがないと思うので、どうやったら美味しく食べられるか、あるいは昆虫にも旬があるよということで、春夏秋冬はどんな昆虫が取れて、で、どういうふうに調理したら美味しく食べられるのかとか、あるいは非常に少ないんですけれども有毒昆虫といいますので、食べてはいけない昆虫がどんなものであるとか、あるいはさっき言った栄養の問題、それのリストにしてパネルにしています。まあ、で今具体的にどんな活動をしているか、はい、ということをちょっとご紹介できればと思うんですけれども、はい、まあ昆虫食ですから、やはりメインはやっぱり外でこう取って食べるというのがやっぱり一番重要だと思うんですよね。そうですね。なので大体年に3回春夏秋で、3回はアウトドアで昆虫を食べる会っていうのをやってるんですね。で、春は大体5月の末ぐらいにちっちゃな虫たちが出てきて、ようやく食べられるぐらいにちょっと大きくなってきた頃の幼虫、バッタ系ですね、バッタとかそこら辺の幼虫系を中心にちょっと里山に行って、で、そこでみんなで取って、で、その場で食べる。まあ、それから夏がですね、セミ会って言ってますけど、セミがこれ美味しいんですよ。はい。ご存知のよ。はい。で、東京でセミ会っていうのをやってまして、これが大体50人ぐらい参加されるんですね。で、年々増えてるんですけれども、近くの公園で出るまずポイントがあるんですね、やはりね、セミの幼虫が。で、明るいうちは成虫を取って、で、暗くなってきた頃は幼虫が出てきますので、幼虫が土から出てきて、で、木に登って孵化する。その間にゲットする。で、それをと、近くの調理施設を借りてまして、で、そこでいろんなセミ料理を堪能する。で、あとは秋はバッタ会って言って、やっぱり殿様バッタって大きなバッタがいるんですけれども、それが河原でぴょんぴょん跳ねる季節なので、まあ、このバッタを取って、その場で天ぷらないしにして、天ぷらとかフライにして食べるという。まあ、この3つがアウトドアで、これは非常に人気なイベントですよね。で、これによってやっぱり全く新しく参加する方も結構いますので、こ
昆虫に対する認識、昆虫食材に対する認識っていうのがかなりやっぱり広まるんじゃないかと。で、最近はあの結構スイーツ系も人気ありまして、特に女性に人気ありまして、ね、あの蒸しスイーツって意外と合わないように思うんだけど、実際にこう作ったり食べたりしてみますとですね、比較的、うん、合うなというものもありますのでね、あの、まあ、昆虫スイーツなんて言ってますけど、これは圧倒的に女性が増えてきますね。あとはあの一番あの皆さんびっくりするのは、あの食材の中でもあのゴキブリ、はい、なんというゴキブリですか。一つはね、3ついて、あのマダガスカルゴキブリっていうゴキブリの種、それからアルゼンチン森ゴキブリっていうゴキブリ、それからトリキスタンゴキブリっていう3種類いるんですけれども、それぞれあの個性がありましてですね、あの使える調理法がまたこれ違うので、それをこううまく使ったりしてやってます。で、今日はあのここにちょっとあの持ちたいこれがあの一番大きいマダガスカルゴキブリって言いまして、これはね丸ごとちょっと難しいので、あのちょっと開いてですね、お魚みたいな開きを使うんですけど、視聴者の方にも見せてあげていただけるかと。こんな感じですね。これで見えますかね。見えますかね。だんだんに見慣れてくるとペットって可愛くなるんですけど、鈴木さんもどうですか、ちょっとジェノリゴキブリとか手乗りゴキブリを生まれて初めて手乗りゴキブリをそうですね。未来っていうことで言うと、うん、やはり今後はその宇宙だったり極地だったりっていうところでの応用可能性っていう、はい、そうですね。その JAXA っていうところがあるんですけれども、はい、でそこにあの宇宙農業サロンっていう研究者の集まりがあるんです。で、それはあの比較的長期にあの宇宙に滞在する場合、あのどうしてもその度にこう食料を運ぶわけにいかないので、あの現地であの自給自足する必要がどうしても出てくるだろうという時に備えて、あのその食料をどうするか、何を栽培するか、何を飼育するかという研究なんですね。そういう研究グループなんです。そこであの昆虫食の現在みたいなことも、うん、ちょっとあのお話しさせていただくことがあったんですね。で、ベースとしてはやっぱりあの穀物なんですけれども、プラスその動物性タンパク質をどうするかってことなんですよね。で、その場合にやはり牛とかあの豚とかは非常に飼育が難しい。で、大きいですからそれだけコストもかかりますし、あの大変なんですね。ちょっと考えにくいんですね。で、それに比べてあの昆虫っていうのはあの例えば卵の状態でこう持っていけることも可能ですし、非常にあの狭いところで飼育もできるし、あの人間の食べないもの、葉っぱとかですね、まあ、そんなものでもこうその食べたもので 40% ぐらいが身になるみたいなんですよね。そういう閉鎖された環境でタンパク質を売るには、昆虫ってのはかなりのメリットがあるということが言われてて、そういう研究今でもなされてますよね。続けて継続してされてるみたいです。それと翻ってあの地球の問題がありますよね。あの非常に今地球の食料不足になりうるということが予測されていて、まあ、それにどう対応するかといういろんな、まあ、食料問題というのが大きな問題になってきてますよね。だからその極地で応用できる問題は当然その地球でも可能なので、あの昆虫のメリット、さっき言ったようにあの狭いところで大量に飼育できて、でそれと同時に栄養バランスが非常にいいってことと、あとあのほとんどの昆虫が丸ごと食べられるっていうのがまた一つの利点だと思うんですよね。だからまあそういう意味で加工の手間があまりいらないっていうところもありますし、その3つがすごくメリットなので、これはまあ宇宙とかそういう遠くのことじゃなくて、地球の食料不足にもかなり貢献できるんじゃないかというふうに言われてますね。今日は本当にあの内山さんありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。どうも。